もホンダウィング高橋さんでご視聴ありがとうございます。代表の高橋です。今回皆さんにご紹介する内容はこちらにあります。最新モデル、レベル 250S エディションですね。こちらにトリックスターのセーフ認証スリップオンマフラー取り付けていっちゃいます。ノーマルのマフラーでも十分なレベル250のマフラーサウンドがどのように変化するのか乞うご期待。じゃあ行きましょう。ノーマルのマフラーサウンド確認していきます。マフラーサウンド聞いていただきます。はい、ではエンジンかけてみてください。はい、それではオープン。はい、中はですね、カタログ、そして、これがガスケットも入ってますね。本田先生、ガスケット。そして、マフラー本体ですね。はい。それではマフラー取り出してみます。よいしょ。おぉ。いい形のメガホンタイプですね。こっちか。はい。トリックスタート、印字されていますね。早速、封を開けてみます。綺麗にトリックスターと艶消しブラックのマフラー本体に印字されています。ノーマルのマフラーを取り外ししていきます。このエキゾーストパイプとサイレンサーを止めている割り締めボルトが結構ですね、やれてしまうので、こういった潤滑剤を初めに拭いておくといいと思います。新車に近いからまだそんなに腐食がないのでスッと外せそうですね。ここまでにしておきます。サイレンサーを止めている。ナットとボルトですねを取り外してしまいます。あとは少し、ね、動かしながら、はい、ノーマルマフラーが綺麗に抜けました。やっぱりこれ見るとここの新型のレベルはエキゾーストパイプとの連結部分が、かなり口径でかいですね。閉じ外されたエキゾーストパイプの部分見てみますと、やはりですね、ここにガスケットが残ることはまずなくて、ノーマルのマフラーのここにですね、やはり残ってしまいますね。なので、キットの中に純正のガスケットが同梱されています。で、純正のマフラーのバンドは、再利用しますので、ボルトを外して、はい、少し開いて、バンドを外しておきます。オーナーの方にですね、実際にノーマルマフラー持っていただきます。はい、重さそういうくらいですね。どうですかね、ちょっとこうずっしりくる感じですね。そうですね。ちょっとずっしりくる感じ、はい、重いですね。そうしましたら、じゃあこちらのトリックスターの、はい、スリップを持ってみてください。だいぶ軽い感じがします。軽い感じがしますかね。そうですね。はい。ではこちらの、スリップオンマフラーに交換していきます。同梱されているこのガスケットをマフラーのエキゾース側ですね、パイプ側に仮組みしておきます。ノーマルのバンドを仮組みしておきます。では準備できたらマフラーを取り付けしていきます。ノーマルのボルトで取り付けると。
締めを。あとはこちらを組み付ければ、よし、OK。はい、これで取り付け完了です。取り付けできた。トリックスターのスリッポンマフラー見ていきます。まずエンドからはこんな感じ。トリックスターのレーザー維持が綺麗に決まっていますね。で、またこれちょっと色が、少しメタリックっぽい色合いになってます。そして、なかなかね対応マフラーがないと言われている新型レベルですが、綺麗に決まってますね。それではオーナーの方来ていただいてますので、実際にマフラーサウンド聞いていただきます。はい、ではエンジンかけてみてください。見た目がだいぶ気に入ってるので最高でしたね。 ありがとうございます。ありがとうございました。はい、見た目以上に音がいいオリックスターのスリッポンマフラー、皆さんもいかがでしょうか。少し回らさせていただきます。いいですね、月もいいですね。トリックスターのスリップオンマフラーの取り付け、ご紹介させていただきました。オーナーの方もご満悦でした。気になった方はですね、当店も取り付け扱いありますので、どうぞ問い合わせよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。